青チャンネル、黄チャンネル。セブンのコンビニ型おにぎりって美味しくね。美味しい。複雑なんだけど。はい、本日はですね、じゃあ見てください、これディグニクス80新品。新品じゃありません。え、新品でしょ、これ。細かい方見たら新品じゃない。1回しか使ってないって言ってたもん。まあほぼ新品といったところですね。こちらをちょっと女子目線でレビューしていきたいと思います。なんか重たい気がする。気のせいかな。エナジーに比べると重い。でも前買ったの MXP でしょ、うん、MXP よりは軽いと思う。あ、マジ？待って、その時の総重量が 154g。 80ちょっと欠けてるけど、どんぐらいかな。152。じゃあやってみようか。おー、惜しい。わー、大きい。 153g。 いや、これ何回もこうやって出して152になるから。もう諦めなさい。ダメだよ。ほらほら、ほら、今いつになった、ね、ほらほら、ね、ぴったりと。ぴったりぴったりですよだね。まあ、発火直後だから乾いたら 1g で軽くなるでしょ。じゃあ 152g じゃない。 151g。 残念でしょ。みんなに見せてんの。腹をね、こう作るんですよ。MXP よりペナスディグニクス80の方が柔らかい。でもスポンジコードは一緒なんですよ。へぇ、まあ、これめちゃくちゃややこしいのが、スポンジコードって日本コードと中国コードとバタフライコード、ドイツコードっていう4種類の表記の仕方があって、それぞれ数値が一緒でも全く硬さが異なったりするんですよね。へぇ、で今使ってるディグニクス80のコードはバタフライコードって40度で、青チャンネルさんが前使ってた MXP のドイツコードで50度、これはほぼ同じです。ただディグニクスの64とか80ってゴムの部分の粒の排気がちょっと広めにできてるから、シートがちょっと柔らかいんだよ。あ、シートもそうなんだ。こう食い込みやすい状態だった。だからシートが柔らかいから柔らかく感じる。食い込むから、青チャンネルさんのパワーだとちょうどいい力が出るかもしれない。ラケットが木材で柔らかいから、ラバーの性能がより生きる。そのラケットはね、でもネットしちゃう。なんで？てかもう前使ってるやつがもう上に上がる組み合わせだったんだよね。完全ラケットも柔らかいし、 MX 回転で飛ぶし。でも個性はこっちの方が出るからさ。個性そっちの方が出る。うん、でも落ちる。青チャンネルさんのドライブ、さっき受けたフォアドライブとかだったらそこまで力入れてないと思うから、ちょうどいい感じにスポンジが食い込んで上がってるんだと思います。ただスマッシュってなるとスポンジがさらに食い込むから、 MXP よりもこっちの方が食い込んでしまうから、その木に届いて落ちる。あーね、